SIR のペーパーアイドル。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、この番組はインターネット時代にあえて紙媒体から誕生しましたアイドルがお送りするトークありライブありの盛りだくさんの30分番組です。イエーイ。今回 MC を務めますのは私たち SIR ロキセイと私たち SIR ハキセイでーす。フレッシュよ、うん、さあということで私たち SIR はサンスポ PS リポートというフリーペーパーで活躍をしておりますペーパーアイドルです。そしてこの番組は浜松町の文化放送1階サテライトスタジオから毎週公開収録でお送りをしております。さあということでね、今週はペーパーアイドル6期生と8期生が担当ということで、8期生はですね、なんとイメージカラーが決まって初のペーパーアイドルとなっております。イエーイ、やった。そう、まあ、でちなみになんですけれども、放送日で言うとこちらね、もうあの3月11日に行われました SIR のチーム編成発表会というのがあったんですけれども、それの後ということでね、まあ、オンエアをご覧になってる皆さんにはもうみんながどのチームに所属しているかももう分かっているというね、そうか、状態なんですけれども、ちょっとじゃあね、カラーとかも決まったということで自己紹介をね、じゃあ8期生やってもらいたいと思います。イズリンからお願いします。はい、SIR8 期生ラッキーオレンジ担当になりました。元気いっぱい夢いっぱい百節不当に一直線、イズリンこと泉あすまです。イズリン。さあ続いて、はい、SIR8 期生ブルーハワイ担当、胸アツ未来は青天井マイナス天然系マイナスイオンで癒します、トモカモカタイツキトモカです。アモカメアモカメ、かわいいよ。さあ続きまして、はい、 SIR8 期生ベビーピンク担当の、笑顔満開潜伏バラライ、あなたに幸せ届けます、ルコこと太田香織ルコです。ルコー。さあそれでは後ろに行きましょう。はい、緑色担当になりました、あなたに胸キュンハッピーバイク、どうした、はい、どうした、なりました、負けられない戦いがここにある漆黒のダークエンジェルマジこと横山自由です。マジ、何なんだろうね、なんかちょっと笑いが起きる。徐々に、はい、まあいい、いいことだよ。さあということでね、今回8期生が初めて、まあ、カラーとそして、自分のね、なんだあれコメントキャッチフレーズ決まったということで、まあ、初めてペーパーアイドルでもね披露させていただいたんですけれども、うん、いやここでねちょっとね、皆さん8期生さ、うん、まだなんか抜けてないものあると思わない？昨日、あー、うん、ないどうした、今昨日に振ったんだ、あーいいよ、髪の毛、髪え何それはないよ、抜けてる、やだやだやだ、いや木の下だけだよそれは、違う、抜けてないよ。何昨日何なの？とね、言葉のチョイス、お前だよそれは。待って、ちょっとゆかちん言ったって、え、なんか抜けてないのあるよね、 SIR 抜かなくちゃいけないじゃんそろそろ。ちょっと本当に、うん、マジで、うん、そろそろ、うん、ゆかちんさんはないわそんな言われてんの、そんな呼ばれ方してんのゆかちんさん、写真撮りましょう、あー言われちゃう、なるほど、もう誰やねんゆかちんさんってゆかちんさんなんか嫌だねそれね。さあということで、はい、8期生はですね、前回もやったと思うんですけれども、引き続き敬語禁止で今回はトークをしてもらいたいと思います。そうよ、敬語よ、本当にマジで全然抜けてないからね、うん、やばいな。そうで今回もなんですけども、一番敬語を言ってしまったメンバーは最後にあの罰ゲームが待っておりますので、みんな気をつけてね。前回あの青い人なんかやってたよね、ちょっとな、またそう出ちゃうんじゃない、あのなんて言われたんだっけ、ち魅惑のピーチエンジェルちゃん魅惑だから言われたね。さあということでね、まあ皆さん敬語を使うのか使わないかどうかもね、8期生注目してみてください。さあということで、今夜もペーパーアイドル発行します。この番組はサンスポ PS リポートラッキーアイドルパスの提供でお送りします。
メジャーリリース第2弾愛はほとんどお金で買えるシノベットミニアルバム Now on Sale。ということで今週はこんな特別企画をお届けいたします。題して SIR6 期生 VS8 期生アナウンス力対決。さあということでですね、正規メンバーになった8期生の皆さん、今後はですねペーパーアイドルの MC を担当することがたくさんございます。ということで今回アナウンス力を高めるためにも私たち6期生とアナウンス力で対決をしていただきます。ちなみにこれあれだよね、8期生やったことあるんだよね、候補生の時に、うん、ね、やったことあると思うんですけれども、まあルールは簡単でございます。以前候補生時代に落語会でやっておりましたニュースの原稿読みでございます。はい、どちらが噛まずに綺麗に美しくビューティフルに原稿を読むことができるかを対決していただきます。そして最終的にどちらのチームのアナウンス力が高かったかはですね、このラジオの制作スタッフさんに判定をしていただきます。一回やったことあるゲームで先輩に挑むなんてとてもいい度胸ですね。逆にね、6期はやったことないからね、この企画。そうだよ、こっちはもうアナウンサーみたいなやつばっか揃ってるから。そうだよ、ちょっと不安でしかないわ、6期生に関しては。あの、まず原稿の漢字が読めるかとか、そっちからすごい不安だわ。読み上げる原稿でしょ。そうだよ、ありますね、曲にね。はい、うまいですね。さあ、ちなみにこの中からあの、まあ、6期は私以外の3人が出るんですけれども、8期生もですねこの中で3人、まあ、自分が得意だよと我こそはという人を挙げてもらいたいんですけれども、さあ誰がいきますか。3人。え、まずはあの、はい、そこのとりあえずその青は絶対やったことない、ブルーハワイ、ブルーハワイ絶対やった。じゃあブルーハワイ、ブルーハワイじゃん。じゃあ次は誰やな、誰やる、誰いく、はい、いくやるか。え、でもルカ得意そうだもんね。いや、ちょっとひらがなが難しいな。え、ちょっとひらがなが逆にあのこれ高校生の時にやった時に、うん、ひらがなで私つまずいた。ひらがな読めないの。読めないじゃん。ひらがな読めないんだって。私にバカにされるって言ったら相当よ。黙ってくれ。後ろが切るところが大変っていう。あー、なるほどね。マジは出ないでください。まあやっちゃずるいから。じゃあもう爆発バディに私ですか。やってもらうしかないんじゃない。じゃあまずはじゃあさやなんと、うん、まだ表にしないでね。ルコ行こう。あ、やった。ルコ行こう。もうこれは宣伝でしょうや、ね、好きだからね、ここね。一歩通行一歩通行。ではまずはやっぱ6期生は余裕をね見せてもらいたいということで、しょっぱなトップバッター行きたいと思います。では原稿を開いてください。原稿読みまで3、2、1スタート。原稿1、西野彩アイドルの次はジャズソンシャンソンに歌手になる。SIR の西野彩さんがアイドルの次はジャズシャッソン歌手になるかもしれないという情報が入ってきました。楽屋でも自分にこう言い聞かせているそうです。私はジャズシャンソン歌手、私はジャズソンシャン歌手、私はジャズシャンソン歌手、本当はジャズシャンソン歌手目指すのが西野さんの今後の動向に注目です。待って、何それ、ごめん、すごい。これ聞いてた人さやのめっちゃアヤのこと嫌いみたいになってる。だって西野さんジャジュチョンカンカス。あのね、めっちゃむずいこれ。さやなね、シュとかそういうのが苦手なのよ。だから言えますけど。いや、じゃあ右肩左肩。声も下手くそなんで。さあじゃあ続きまして。そうだよ。発揮せたいきましょう。3、2、1、どうぞ。西野彩アイドルの次はジャズシャンソン歌手になる。
SIR の西野彩さんがアイドルの次はジャズシャンソン歌手になるかもしれないという情報が入ってきました。楽屋でも自分にこう言い聞かせているそうです。私はジャズシャンソン歌手、私はジャズシャンソン歌手、私はジャズシャンソン歌手、ほとんどにジャズションシャン歌手を目指すのが西野さんの今後の動向に注目です。はい、終了です。ニュースキャスターっていうのを知ってる？みんな早くみんなに情報をお伝えすること、これが仕事なのよ。確実に仕事を知ったはず。何確実に情報を伝えなきゃいけないのも仕事の一つ。まあとりあえずはもうあれですね、いい勝負だったじゃないですか。いい勝負だったね。はい、やめてください。はい、ということでどんどんいきますよ。さあ、ということで原稿2枚目、6期生からは平塚くんか言ってもらおう。ジャズシャンソン歌手じゃねえ、あなた。で、さあ、そして8期からは、ちょっと待って、どっち残した方が、いや、やっぱ消えた、あ、消えたね、行こう、消えた、よかった、鳥じゃない、辛い。さあ、そして先ほどね、6期からスタートだったので、続きまして、消えたんから、あ、待って、ゆかちんからのがいいな。ゆかちんから言ってみたいと思います。なんで読める、なんで読めるよ。さあ、ということでロッキー意地を見せてくださいね。さあ、それではゆかちんの原稿読みまで3、2、1スタート。原稿丸に、泉あすな、釘が引き抜けずに奮闘中。教えるな、教えるな。 SIR の泉あすなさんが部屋の釘が抜けずに奮闘奮闘しているという情報が入ってきました。愛に引き抜けると思っていた泉さんは部屋でこう言っているそうです。この釘は引き抜きにくい釘だ、この釘は引き抜きにくい釘だ、この釘は引き抜きにくい釘だ、いつになったら泉さんは釘を引き抜くことができるのか、今後の動向に注目です。はい、以上です。バレたね、最後。いやまさかそっちが読めなかったか。待って、奮闘が読めなくて興奮って読んだよ最初。でもさ、興奮なんだよこれ、だって奮闘だよ。奮闘って読みます、これで最悪。え、絶対こっちが先読めなかったから。本当にバカなんだね。さあ、どんどん行きますよ、続きまして、はい、では、キエタンの挑戦です。キエタンの原稿読まれ、3、2、1、どうぞ。泉あすな、釘が引き抜けずに奮闘中。 SIR の泉あすなさんが部屋の釘が抜けずに奮闘しているという情報が入ってきました。容易に引き抜けると思っていた泉さんは部屋でこう言ってるそうです。この釘は引き抜きにくい釘だ、この釘は引き抜きにくい釘だ、この釘は引き抜き釘だ。いつになったら泉さんは釘を引き抜くことができるのか、今後の動向に注目です。怖いです。はい、終了です。やばいぞ、すいません、面白いぞ。すいません、1個いいですか。あの、あなた何歳ですか。一番この中で人生長いですよね。これなんて読んだんですか。これこの感じだよ、これ。言ってみ、言ってみなすか。え、そうだよね、私合ってるよね。あなたは合ってるけど、あなたと奮闘だよ。奮闘どっちもどっちだから。さあ、ということでね、なんかバカがどんどん出てきておりますけれども、さあ、バカなんだ。いやいや、ロッキーに言われたくないわ。さあ、ということでラスト、うちの木の下ゆうと、そしてブルーハワイ。緊張する。でも絶対負けない自信あります。何？もうこれで勝ったからね。いやいやいや、そういうことでもないわ。じゃあちょっとこっちもこっちは、でもなんかやっぱ昨日から行こうか、はい、面白いから。いい。さあ、ということで昨日から原稿を読んでもらいましょう。昨日の挑戦です。原稿を読めれ、3、2、1、どうぞ。はい、原稿さん、トネさん、山アブリカルビにムーンがSIR のトレサヤンさんがアメリカルビーにという情報が入ってきました。そんなトレさんは楽屋でこう言ってるそうです。炙りカルビ食べたい、炙りカルビ食べたい、炙りカルビ食べたい、一緒に炙りカルビを食べに行くメンバーをいるそうなので、なんか参加してみたい、いかがでしょうか。大丈夫、何も伝わってこない。大事な場所、ということはトモコも分かるはずだよ。そう、読んで、トモコが綺麗に読んでくれるから、みんな行くぞ。それではラス
な炙りカルビに無我夢中、 SIR のトネサヤナさんが炙りカルビに無我夢中という情報が入ってきました。そんなトネさんは楽屋でこう言っているそうです。炙りカルビ食べたい、炙りカルビ食べたい、いいよエロいよエロいよ、炙りカルビ食べたい一緒に炙りカルビを食べに行くメンバーを募っているそうなので、どなたか参加してみてはいかがでしょうか。募ってんの？今募ってた。アブリカルビ食べに行こう。募ってましたね。あれ？あもういいですか？あじゃあこれ終わった後に行ってきてください。ということで、各チームの原稿を読み終わりましたけれども、どちらの方が良かったのか、スタッフさんにそれでは早速判定していただきましょう。ドン！はい、ということで、今回は発揮せよ！敗因はなんだこれは。敗因はお前らの漢字力のなさだ。違うよ。違う。漢字の読み、噛んだ回数で今回決めてるそうです。聞いてる？漢字の読みを噛んだ回数で今回決めているそうです。じゃあそういうの一回も噛んでないもん。え、私も読んでないから噛んでない。シャンシャンシャン。あなたはシャンシャンずっと言ってただけ。さあということで罰ゲームはねまあないということなので、皆さん本当にアナウンス力磨いて、まあ次もまたねやるときはロッキーリベンジしましょうね。さあ。また以上 SIR アナウンス力対決でした。 SIR がお送りするパチンコパチスロバラエティ回転 SIR のパチンジ、金曜27時10分より放送中。みんな見てね。ということでここからは最近の活動についてお話をしていきたいと思います。さあということで、先週はですね5期生の上村風子ちゃん、そして横屋敷有沙ちゃんがですねラストのペーパーアイドルだったというわけなんですけども、2月28日にね卒業公演も終わりまして、無事 SIR を卒業していきました。悲しいね。やっぱりなんか5期生のメンバー、まあ、6期はね結構絡んでたんだけども、8期生から見てこの2人はどういうイメージでした？ちょっとじゃあ泉から聞いてみようか、うん、どういうイメージとか、なんかいいこととか。あ、私候補生ここで最初に発表されるときに、うん、ステージに出るじゃないですか、で、うん、先輩方もいて、うん、で出たよね出るじゃないですか、あら出るじゃないですか、出るじゃないですか、うん、どうぞいて、うん、あれやばいぞ、あれです、途中なんだろ、ふうこさんがさこれはえ、嘘、え、これもダメですか、だってふうちゃんもそうだよ待ってふうちゃん、まあ、ふうちゃんがどうしたどうしたふうちゃんがどうした、ニコって、うん、はっきの高校生のみんなにずっとニコってしてくれてたのがとても印象的でした、うん、まあね違うんです、来ましたね、はい、欲しがるね、ちょっと一匹がホップよ、感じができたよ、感じがすごい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 、え、ちなみにだけど8期生のキエタンとマージはさ7月までに YouTube で登録者1万人総再生数、はい、総再生数100万人達成しなくちゃいけないわけじゃん、そういうミッションあるけど、今のとこどんな感じなの？2人とも今のところ登録者数が765人っていうことで、すごい、え、最初はやっぱりこう皆さん協力してくれたけども、やっぱここからが皆さんって言ったね今ね、あれそれはなんかジョッチの基準すごいよ、すごいよ、やばいよ、けどやっぱここからって本当に自分たちが一回これから自分たちを知ってもらって登録してもらうっていうことで、あと何人9200人ちょっとさ、なんか自分たちのさそのなんかおっぱいが大きいからっていうのとかを使ったりとかさ、うん、知識がパチンコあるからとかをさ使ったりしてさ、すごい工夫してるよね、なんか最近の動画を、そうそう、めっちゃ今嬉しい、お互いに一日一本あげようね、なんか、ね、そうだよね、やっぱ再生回数だからさ、別に一日一本って決められてないからね、やっぱそういうの見てんなと思って、なんかすごい、すいません、めっちゃ真面目なこと聞いてえ、ってこと今後はそろそろ出すもん出すんですか？そうですね、どうなんか激にしていこうと思う、だからパチンコでもね、やっぱここかけ待って待って、マジの方もちょっとそういうのやらないとね、どうなのマジ、パチンコ玉、まあじゃあパチンコ玉いっぱいおっぱいに詰めて巨乳にしてみる、ちょっと袋に入
入れてやってみようかなはい、ということでいろいろ聞いてきましたけれども、大阪遠征にねロケをこの前3月1日から3日間行ってきたんですけれども、まあねそこで5月5日にね、何かやるっていうのが決まったんですよね。そんな、はい、私たちSIR6期生ですね、単独公演1回目やらせていただきまして、その時の100人動員という目標を達成したので、なんと単独定期2回目が決定しました。イエーイ。はい、こちらがゴールデンウィーク中5月5日に、私たち4人だけで120人の動員を目指してですね、はい、2回目を行いますんで、皆さんぜひとも遊びに来てください。はい、場所は心斎橋バロンです。ということでですね、この時間は最近の活動についてお話ししました。この後はエンディングです。業界初クーポン付きアイドル専門誌ラックユアイドルパス、最新号の表紙はバンドじゃないもんマックス仲良し、関東プラス東日本版絶賛発売中。天才アイドル伝えるクーポンは合わせておよそ100組、アイドル書き初めアワードも開催、推しのアイドルに投票、次号の関東グラビアを決めるのはあなたです。アイドルパス主催イベントにも大注目。この雑誌を作っているのはラックユーアイドル部、詳しくはラックユーで検索。この番組はサンスポ PS リポートラックユーアイドルパスの提供でお送りしました。さあ早いもので SIR のペーパーアイドル、そろそろお別れのお時間となっております。悲しいね。ということでここからはですね、 SIR からのお知らせをお送り出したいと思います。はい、SIR はただいまですね、メジャーリリース第2弾ということでミニアルバムを2枚同時リリースしております。ウータンのセンター曲愛はほとんどお金で買えるを収録した SIR 総選挙ミニアルバム、そして佐野ちゃんセンター曲のシノベットを収録した銀生サーキットミニアルバム2枚出てるので、よかったら買ってください。お願いします。はい、そして3月の18日月曜日には SIR 定期公演 with 西野彩、そして利根紗衣奈の生誕祭があります。イエーイ。こちら渋谷クラブエイジャーで夜7時からなので、皆さんぜひともお祝いしに来てね。待ってるよ。そして3月25日月曜日が SIR 定期公演山下若の卒業公演ということで、一期生のわっちゃんが卒業することになります。ぜひ皆さんで盛り上げましょう。はい、3月30、31日の2日間は SIR が鹿児島に行きます。メンバー4人が行きますので、皆さんぜひ会いに来てください。お願いします。さあ、そしてですね、4月に入りまして4月の2日なんですけれども、渋谷のクラブエイジアにて SIR の定期公演がございます。ちょっとね、詳細うんぬんかんぬん等はね、また後日追ってご連絡いたしますので、ぜひぜひ詳細は SIR の公式ホームページの方ご覧ください。はい、そして今初公開なんですけども、4月の22日に佐野玲奈さんと私の生誕祭がクラブエイジアで決まりました。詳細は後ほど、連絡します。すごい爽やかなホームページですね。はい、青と水色めっちゃいい。素敵素敵、素晴らしい。いいね。はい、いいですね。この番組は毎週公開収録でお届けしています。収録は毎週水曜日の午後7時から東京浜松町文化放送1階のサテライトプラス広場にて行います。次回の公開収録は3月の20日です。出演は SIR です。収録後のライブもありますので、皆さんぜひ文化放送に遊びに来てください。はい、そして番組では皆さんからのメールを大募集しています。番組へのご意見ご感想、 SIR ラクユーアイドル部やゲストさんへの質問、そして SIR に歌ってほしいアニソンリクエストをお待ちしています。アドレスはすべて小文字で paper@joqr.net、ペーパーアットマークjoqr.net です。はい、そして来週の放送はラックユーアイドル部がお送りします。またこの番組は YouTube にてアーカイブを公開しています。詳しくはペーパーアイドルの公式サイトをご確認ください。はい、ということで、さあ皆さんお待たせいたしました、ハッキー星が今日どれだけ敬語使ったのか、そして一番敬語使ったの誰か発表したいと思います。いや、もうさ分かってんだけど、この人です。いつけたのか。罰ゲームは前回と同じです。先輩の前で先輩のモノマネを
るっしょ。復習復習します、ね、うん、やって、ちょっと早めにやれ、バカ野郎、今すぐやれ。さあ、ということで、どっちが本物だっけ。いくよ、トムコムのゆかちんのキャッチフレーズのモノマネまで3、2、1。魅惑のいたずら、ピーチエンジェル、あなたに甘えていいですか。ありがとう、ゆかちんこと平塚ゆかです。すいません、ゆかちん2回目はねえぞ。いや、もう2回目あったわ、今2回目だわ。本当にもうすごい、もはやもう順番すら気がしてる。ちょっといろいろ違うけど汗がやばいですね。いや、これはもう3回目に向けてマジでガチの空間をやろう。さあ、ということでね、最後は私たち SIR のライブの模様をご覧いただきながらのお別れとなります。ここまでのお相手は私たち SIR ロッキー生と私たち SIR ハッキー生でした。バイバーイ。雨にじんで地図を広げ、また立ち向かう霞んだ空に一筋の奇跡信じて、刻んだ誰も真似できない理想は、悔しささえも枯れるほど笑われたけ、どうせ何も荒らしたいって惰性を抱いた人は言うけど、わがままが夢のパラダイム、もどかしさの空を越えて、まだ見ぬ光を見に行こう、くたびれた願いの靴が導く眩しい世界、うれましげな雨の先に輝く七色の未来、きっと訪れるはずさ、びしょ濡れのシャツが夢のドレスコード希望のドア開く魔法は、簡単なこと思いを裏切らないこと、水たまり映り込んだ不安と孤独の泣き顔は、人知れず雨粒で隠したわずないの雲かき分けて、瞬く光見つけ出そう、傾きな祈りの傘に当たる明日へのリズム、やりきれない雨の先に輝く七色の未来、いつか訪れるはずさ、あけどなくぬかるんだ道の隅で吠え